えーえー、すいません、はじめましての方ははじめまして、えー、こんばんは、えー、早稲田メンタルクリニックの院長の増田祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。はいえー、本日のテーマは、えー、こちらですね、また親の話題を、えー、したいと思います。そろそろ年末なので、えー、親と過ごす時間が多い方も多いじゃないでしょうか。なので親のかん、親系の話題ですね。 しますでこの、えっ、ー、とじゃあ質問、えー、すいません、ツイッターに届いた質問箱にツイッターに届いた質問を読みます。はい。親を刃物で傷つけたいという方が、えー、傷つけたいという方がいましたねと。はい、えー。私はそこまでの気持ちはないのですが、やはり親と一緒に過ごすのが苦痛ですと。特に同性の親と。 エディプスあるいはエレクトラの説明である程度納得はできますがえ苦苦痛痛なものは苦痛ですと、えー、この前の動画かな前の前かちょっとわかんないですけどその、えー、生理的にですね子供が親を嫌うというまあ憎むある種の憎しみっていうのが生理的に含まれているんだよっていうことに気づくことは大事なんじゃないですかみたいなことは。 をえー、ちょっと言ってたんですけれどもまあそういう説明である程度納得ができますが苦痛なものは苦痛ですと、えー、声質が耳障りだし話は噛み合わないし価値観は合わないし目の前でタバコは吸われるし会った後には毎回ドット疲れが出ます、えー、正月に会えないかとメールが来ていますが断る理由を探していますと特に今メンタルが弱っているので本当に会いたくないんです かといって旅行に出かけているから無理とか嘘はつきたくないんですしないですし1、えー、人で静かに過ごしたいと本当のことを言ってもいいと思いますかあるいは我慢してあった方がいいのでいいのでしょうかいい大人がこんなことも自分で決められないので情けないですがとあります。と えっとこの質問に対で,ですね僕は何を注目したのかとかどういうふうにことを考えたのかというとやはり一番最後のですね自分で決められないっていう部分かなと思いますねだから結局親に対してどういう態度を取っていいのかっていうのを決めかねているところに、まあえー、一番ポイントがあるんじゃないのかなと思いました。 それで、えー、と僕はどう答えたかというと、えー、冷静で言おうとしつつ親に振り回されてしまう自分がいるんですねと、えー、親といえども、えー、相手を見て言葉を選ぶのが良いのではないかと思いますと例えば旅行に行くよといううそが、えー、自分あ相手を傷つけずに自分にも必要な嘘であるならそれも良いのではないかと思いますと一人で過ごし静かに過ごしたいという、えー、あなたの えー、気持ちが理解してもらえる日が来るといいですねというふうに答えました。あのー、まあ、えー、大体そんなもんです。<laughs> あの価値観を <laughs> 価値観は押し付けちゃいけないので大体そういうふうにまあ精神科医は答えるんじゃないかなと思います。分かんないですけどね まあ、こっち観は入ってますけどね、もちろん僕の価値観も入ってますけど、えー、答えてます、えーと。これが、例えば親じゃなくても、まあ、上司であったり、会社を辞める時の言い訳でも、会社を休むときの言い訳でも何でもいいんですよね。まあ、まあ、相手を見て言葉を選ぶっていうことは、まあ、当たり前です,すごく大事で、まあね、休職の原因がパワハラだったとしても、 あのちょっと病気でって言った方があんたのせいだよって言って急に休むとね角が立つので <laughs> まあ大体あのちょっとょ調子が悪くて精神科の先生にあの休めと言われたんですすいませんって言っといてあとでちょっと回復してからその人事の人にね実はパワハラがあったんですとか言うとかあったんですって言うとかですよそういうやつです。あのだから じゃあ親に対しても同じような嘘をつくのはどうなんだとかいうあれもあるかもしれないですけどさらりと交わすっていうことも結構大事なんじゃないのかなと思いますねましてや今悩んでる状況の時にはまあちょっとそのこう結論を出すようなことを言,言う必要はないんじゃないかなと思いますだから両親との距離を取りかねてるでも休みたい時はえ休みたいんですよね一人で静かに過ごしたいそれを まあ親に理解してもらいたいというのが本音なんじゃないかなと思いますが、まあ、それをすぐそのまま、えー、ご両親が、ねえー、理解できない場合は、まあ、ワンクッションを置くことが、えー、大事だと思います。それは別に親に限らず、恋人でも家族でも、えー、友人関係でも、まあ、同じですよね。えー、本音がありつつワンクッションを置くということは大事だと思います。はいということで、で、えー、すね。と はい。 えー、じゃあ最後にレコメンドのタイムのための20秒いただきます当院ではエビデンスに基づいた常識的な治療を行います当院というのは早稲田メンタルクリニックです、えー、薬は最小限とどめ現実的な問題解決の相談件とここの理解がを深める対話を重視していますツイッターでは匿名の質問箱を設置したりデイケアや座談会を設けたりなど新しいコミュニティ体験を提供します YouTube では短い診療時間で足りないさらなる治療体験を提供するために行っています医学情報の提供や安心感の提供を行う、えー 安心感の提供を行っておりますよ、えー、もしこの動画を見てためになったと思っていただける高評価のボタン、クリックグッドボタンおよび、えー、チャンネル登録をお願いします、えー。他にもこんなことを取り上げてほしいなどありましたツイッターの質問箱に送ってください。えー、DM でのセカンドオピニオンなどのご相談を受け付けておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。ははい、ではまた